どうも皆さんこんにちは、アポロでございます。今回は神ゲー発掘シリーズということで、こちらのゲーム溶鉄の丸風車やっていきます。はい、まあこのゲームはですね、もう発掘というよりもう発掘されています。はい、だいぶね発売日が前なんですよね。2021年8月27日ということで、まあ3年前に発売されたゲームということで、そろそろ新作が出るんですよね。それでまあ割と注目されているゲームなんですが、まあもう神ゲーです。Steam での評価もだいぶ、高いですし、自分初めてこのゲームを知ったのは RTA ジャパンかな。そこでちょっとね見たことがあるんですけど、まあ今回ねやらせていただこうかなということで、はい、よろしくお願いします。はい、ハイテンポシューティング、まあ、ローグライクアクションということで、まあ、ローグライクゲームなんでね、楽しみですね。はい、ではやっていきましょう。皆さんよろしければ、チャンネル登録と、そしてグッドボタンもね、押していってください。よろしくお願いします。はい。さあ、メインモードかな？はい、始まりましたけど。あ、何？何にもセリフとかないんだね。急に。あ、この女の子が、主人公ってこと？丸風車？え、何にもセリフないけど、軍人に、まあ、連れてかれちゃうみたいな。ね。で、まあ、妹？おそらく妹を家に残して、戦地へ旅立つっていう感じですかね。はい、宿舎。あなたが今日から配属された丸風車ねと。私は監督官。無能な低級国民たちを国へ貢献させるのが私の仕事よ。あ、監査官ですね。はい。我が国で、モンペイの仕事はとても簡単。門へ近づくあらゆるものを武力で排除すること。見つけ次第、すべて攻撃しなさいと。我が国は、隣国すべての国と戦争状態にある。まあ、結構まあ、状況がね、まあ、よろしくないと、国の。まあ、そこで守ってくださいねっていう感じですね。あ、来ましたね。着任書。はい。本日より、国境門の防衛に当たってください。損害を抑えられることができた場合は、昇給とボーナスを約束します。門に 50% 以上の損害が発生した場合は、給与から修理費を転引きさせていただきます。ご検討をお祈りいたしますということで。結構ひどいですね。守れなかったら、これが操作か。で、リロード。で、射撃ね。オッケー。おー、来た。何？これもう給料もらえたの？基本給18。完全防衛手当1。で、所得税3、厚生年金1、学生ローン1、家賃6、光熱費2、通信費1。え？控除総額マイナス15。総支給額4。基本給18で4円しかもらえないのこれ。やばいだろ。だいぶお金取られちゃってますね。はい。で、まあ、ここで、まあ、どんどん強化していきますよと。ここが、だから、ローグライク要素っていう感じですね。まあ、攻撃力アップかな。あ、これでステータスをアップしていくんだ。二日目。大丈夫これ。あ、いけましたね。いや、ブラックすぎるね。ちょっと。いや、だって、もらえてるお金がちょっと、全然ないですからね。あ、しかもそのお金から、買ってるってこと？え？そういうことだよね。その、もらったお金から武器買ってるってことだよね。この、総支給額から、いろんな武器を購入してるってことだよね。いや、かわいそうだな。
速射力アップ。ちょっとこれ、まあ、何を買えばいいかまだわかんないですけどね、4日目。はい、まあ、とりあえずこんな感じで門をどんどん守って、まあ、丸風車さんを強化していくゲームっていう感じですかね。いや、普通にいいね。上級スナイパーライフルっていうのある。ちょっととりあえず攻撃力をね、めちゃくちゃ上げてみます。わっ！住民税のお知らせ。おめでとうございます。本日より給与から住民税を控除させていただきます。国民の納税は憲法で義務付けられています。よく働き、よく税を納めましょう。え、さらに取られるってことこれ。住民税を。おい、どうなってんだよ、この世界は。かわいそうだろう。うん。こんな、ねえ。あ、ちょっときついな。ちょっと武器強化しないとダメかな、これ。うん。多分、この緑でクリアしたら、え、待って。住民税 6？ 嘘じゃん。総支給額2なんだけど。どういうこと？おい。おい。仲間を入手っていうのがあるわ。仲間ちょっとゲットしようか。エノス。うん。弾幕援護が得意。仲間ゲットしました。まあなんか特に移動しないでここで固定で敵を倒していくっていう感じだね。うん。住民税ちょっとやばいだろ。嘘じゃん。これさ、ちょっと待って。本当に、なんかないの？お金、金策みたいな。あまりにもちょっと、労働環境がブラックすぎるよ、これ。うん。まあ、ちょっとずつ増えてるけどね。アサルトライフル。アサルトライフル買ってみるか。ここでカード引き直し。でもカード引き直しも、まあ、ちょっとこれ単位がわかんないけど、5かかるんですよね。お金が。さすがに、あ、アサルトライフル強い。あ、なるほど。この下、右下が、残りの弾薬数か。アサルトライフルめっちゃ強いじゃん。めっちゃ強い。うん。いいね。いや、買ってよかった、これは。攻撃力上げます。まあ、仲間とか強化しながらどんどん。まあ、でもテンポが速くていいですね。ゲームのテンポが。面白い。うん。集団性能プラス2。集団性能っていうのちょっと買ってみようか。え？また？消費税導入のお知らせ。おめでとうございます。本日より給与から消費税を事前に定額控除させていただきます。国家サービスのために大切な税です。よく働き税を納めましょう。いやー、かわいそうだよ。自分もちょっと税金嫌だけど、こんなに取られちゃうの？この、ねえ、丸風車さん。どうなってんの？そう、RTA ジャパンで見たときは、まあ、RTA ジャパンってさ、めちゃくちゃ早くクリアするじゃん。え、待って。1？ 総支給額 1？ おい、どうなってんだよ。まあ、27万円もらってたら、あ、28万円か。完全防衛手当が1なんで28万もらってたら、1万円しか手元に残んないってことですからね。税金とかで引かれて。おい、それはないだろ。それはないだろ。うん。マガジン容量アップも、まあ、ありですけどね。はい、監査官来ました。ふむ、初めてにしてはうまく仕事ができているようね。はい、ありがとうございますと。あなた見込みがあるわ。上官である私から2つアドバイスよ。1つ目、仲間は積極的に雇用しなさい。はい、1人までしか雇えないけど、火力が1人分増えるのは大きいわと。はい、1人雇用している状態で別の仲間を雇用すると、以前の仲間は解雇されてしまうので気をつけてね。うん。2つ目、武器の耐久値には気をつけなさい。耐久値が0になると武器が壊れてハンドガンで応戦することになるわ。あ、耐久値っていうのがあるんだ。うん。壊れる前に必ず新しい武器を購入すること。はい。質問ないです。
そのでかいパネルは今日のためにわざわざ作ってくれたんですか？あ、これね、監査官優しいね、親切にありがとうございますということで、はい、ちょっとあれだけど悪い人ではなさそう。うん。パワーアップ施設、なんだこれ、いろいろ利用できるんだ。あ、なんか食べちゃった。施設利用、うん、ご飯食べたりできるってことか。睡眠をとります、翌日になります。電話は現在のステータスを表示します。あ、ここね、うん、こういうパートもあるんだ。まあ睡眠をとって翌日にしましょう。はい、11日目。まあ、敵の種類も増えてきたね。 RTA ジャパンってさ、なんかめちゃくちゃ早く進むから、あんまりちゃんとゲームの内容分かってなかったんですけど、こんなあれだったんだね。厳しい労働環境だったんだね。空爆？うん。え、空爆何？画面内を攻撃する空爆をスペースキーで要請できます。これなんかさ、お金いっぱい持ってたら、よりもらえるみたいな、ないんかな？利息がつくみたいなね。よく、オートチェスとかである、そういう系の。はい。3円もらえてます。で、武器耐久力が5ですね。うん。トレードオフ。攻撃力が2段階上昇し、装備している武器の耐久力が、3になります。まあ、購入しないですね。アサルトライフル強いから、またアサルトライフル使いたいね。普通に強いよな。連射できて。うん。いや、とにかく一日のテンポが早い。うん。日付が変わっても残り続ける策を入手。防御力。防御力アップ。まあ、ちょっと、まあ、まあ、この辺は、攻撃力上げて、いけ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 。ボス的なやつとか出ないかな。だいぶでもお金もらえるようになってきた。でもお金もらえるようになってきたなって思ったら、あのね、お金取られるんだよね。上級機関銃。いや、でもアサルトライフルがいいな。どうしよう。まだ3あるからね。うん。ちょっともうちょい頑張ってもらおう、これ。お金無駄にできないよ。自分の給料からこれ払ってんだから、これ。丸風車ちゃん、何もできないじゃん、これ。え、何も来ない。うん。すごい、すごい、すごい。おー。うん、敵を100体撃破。はい。マガジン容量アップ。まあ、地味にお金は増えてますね。まあ、ちょっといろんな、ブラックすぎてちょっとね、笑えないレベルのこの、税金を取られちゃってるんですけど、うん、徐々に集まってます。集団性能アップしようか。残り1なんで、まあだから、あ、もうここでなくなっちゃうんだ。やばいやばいやばい。1になったらもうここでなくなっちゃうんだ。ちょっとやばいやん。ちょっと待って、やばいやん。まずいまずいまずい。やばい、それ税金でお金、税金で払わないといけなくなっちゃう。うわー、これか。門修理2。1になったら買わないとダメなんだ。うん、アサルトライフル買います。そういう感じなんだね。この早いのすごいな。早い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 。うん、この辺の右下のあの青いスロット、あ、なんかボスみたいの出てきた。でかいでかい。やばいやばいやばい。ちょっと待って。やばいやばいやばい。うん。でもだいぶお金もらえるようになってきたね。でも35万もらって8位。8位ですからね。はてな、何？チャンスカードって何？チャンスカード。
え、待って待って、エリート兵の襲撃って何？敵強いってことこれ。お、やめてくれよ。なんで？チャンスじゃないじゃん。うん、ピンチじゃん。強い敵が来るってことでしょ、だってそういうことじゃないの、エリート兵の襲撃って。あ、でもお金いっぱいもらった。何これ、なんかめっちゃもらったんだけど。うん、あ、強敵撃破につき2倍支給とするって書いてある。あ、エリート兵倒すとそういう感じなんだ。いや、だいぶお金に余裕できてきたね。うん、うわなんだよそれ。おめでとうございます。本日より給与から介護保険料を控除させていただきます。なんか良くなってきたなと思ったらさ、お金取られる。本当にブラックじゃん。慣れてきたねって、よかったねって。うん、悲しい世界だ。まあこれのね、続編が出るらしいんですよね、そろそろ。は？ゼロ？介護保険10、ゼロ？嘘だろ。嘘だろ。まあでもお金結構あるからね。はい、宿舎。はい。うん。監督官。監督官と監査官はちょっと違うのかな？うん。血が出てる。エノス。え？これ夕飯のジャム。どういうことなの？どういうことなんや？はい。なんか他に強化。シャワーを浴びると集団性とリロード速度がアップ。あ、じゃあ集団性上げようか。わっ！ちょっと。ねえ。サービスシーンもあるんですね、そんな。まあ、10日ごとで区切られてるって感じか。いや、アサルトライフル気に入ったな。ちょっと他のやつ使ってないけど。ハンドガンとアサルトライフルしか使ってないけど、アサルトライフル使いやすい。まあ、大体まあ銃を使うゲームはアサルトライフル強いですからね。その辺信用していいのかなと。うん。いや、どういうことだよ、これ。介護保険、やばいだろ。やばすぎる。やばすぎるよね。敵を挟み込む熱戦をスペースキーで撃ちます。シザーズショット、ちょっとこれ買ってみようか。これね、ちょっと撃ってみる。おおおお、これ一発限りか。一発限りなんか。一発限りだ。まあそうだよな、値段的に安かったもんね。なんか武装を自分で揃えないといけないってどういうことなの本当に。うん、支給してくれよ国が。ねえ。それどころじゃないんだろうね、もう国の財政なんかもね。本当にもう、こんな女の子にやらせてる時点でもうピンチなんだろうな。悲しき世界ですよ。控除総額37ですかね。40万給料もらってて、手取り3万。ねえ、怖いよ。怖い。なんかやってて怖くなってきたよ、このゲーム。怖い。まあ、普段ね、自分も税金すごい取られちゃいますけど、そこまで取られないからね。ここまでひどくはないからね。自分の生活がマシに感じてきますね。4万。はい。まあちょっとわかりやすいように4万っていう。ふうに言ってます。まあちょっとアサルトライフル買っとこうか、早めに。もったいないけど、さっきみたいにね、ずっとアサルトライフル出なかったら本当にきついもんな。弾出してくんのやだな。上級アサルトライフルっていうのもあんだ。それが出るんだったらまあ買うの我慢したのにな。いや、ちょっとこのボスみたいの通したらやばい気がする。やばい。うわー、めっちゃ食らった。うん、
ワイドショット。7方向に同時に射撃するワイドショットスペースキル打ちます。一応買っとくか、これ。本当にやばい。さっきみたいな、ちょっとやばい時に。もう、門修理で、お金払うのは嫌なんや。敵を250体撃破だって。うん。トレードオフ。いや、購入しません。いやでもお金だいぶ余裕できてきたやろっていう頃にまたね、税金取られるからね。ちょっと怖いっすね、もう。信用できない。はい。あ、でもだいぶもらえるようになってきたね。だいぶ だいぶもらえるようになってきたねって言ったら、来るからな。え、なにこれ。上級サブマシンガン兵だって。でもさ、あれなんでしょう、クビになっちゃうんでしょう、この女の子が。新しく雇用したら。それちょっとかわいそうだよね。かわいそうなんで、この、初めに雇用したこと、自分はやり遂げたいなと思います。だいぶもらえるようになってきた。いつもだいぶもらえるようになってきたっていうと、ねえ、また来るんだよな。国民税がね、はい、控除されますよと。そうなんだよ。で、なんか、いや、そろそろ、10万円もらえるようになるじゃん。余裕できるようになるじゃんって。ね。ちょっとなんか、遊ぶお金もできるなっていう頃になってきたら、定給国民税10。やばいだろ。どうなってんだよ、これ。この世界は。うん。打ち放題って、何？はい、監査官。なんで涙目なんですかって。うん。これから10日間敵からの猛攻が予想されると連絡があったと。猛攻。はい。これまで以上に厳しい戦いとなるわ。自分の能力だけでなく、門の防御力や仲間の強化もしっかり行って挑むのよと。はい。門は強化カードを購入することで最大6レベルまで。仲間は雇っている仲間と同じ名前のカードを購入することで、あ、仲間も強化できんだね。うん。監査官ね、作ってくれるからな。はい、よろしくお願いします。うん。配給品の食事を取る。リロード速度が1段階上昇。はい。行きましょう。こっから敵が強いらしいです。やばい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 。だって打ち放題っていう、あ、すごい！見て、段数。178。ただ、総支給額0。どうなってんだよ。どうなってんだよ。うん。攻撃強化プラス3。まあ、そろそろちょっと武器をね、新しく買わないとね。上級アサルトライフル欲しいね。おお、結構だいぶ攻められてるな。うん、1位ですからね。チャンスカード、はい、マガジンサイズが増えます。まあ次武器手に入れないと、ちょっとハンドガンでさすがにこの量は積むので、門には行かせたくない。もうお金払いたくないんや。もう払うお金、もうマイナスになっちゃうからね、これ、これ以上。うん。アサルトライフル。うん。アサルトライフル買います。あぶねえ。一応強化とかは別に武器を買ってリセットされるわけじゃなくてですね。引き継がれてますんで、その辺はいいですね。うん。うわはははは、門修理前、門修理2位かかっちゃったじゃん。まあ、もっと使うべきなのかな、このあれを。確かに敵がね、多いですね。よし、これは完全に完璧防衛でしょ。
いやーでも敵、あ、2体ないこれ。2体いるよな。ちょっと、いけ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 。使っちゃった。うん。シザーズショット。タレット。地上の敵に攻撃を行うタレットをスペースキーで設置します。防御力プラス3にしよう。壁の防御力。うん。いけ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 。こんな女の子2人で守ってんだからね、このアーマードコアの世界みたいなね、ロボットだらけの。やばい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 。うわまただ。うわ、門修理でお金かかっちゃうこれ。じゃ、上級アサルトライフル買ってみるか。うん、何が変わるか。お、なんか弾がね、結構違う感じの弾になったな。レーザーみたいな。あと普通に、リロード数が多くなってるかな。うん、軽機関銃兵。うん、そうですね、今雇ってるのはこれなんで、レベルアップしましょう。はい、敵を500体撃破。あ、ここになんか、あれがあるじゃん。自分ずっと気づかなかった、何？目標っていうかさ、ね。この辺で行きますよってのがあるじゃん。いけ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 。こいつ嫌なんだよな、その変な弾みたいに出してきて。守れ。守れ。オッケーオッケーオッケー。さあ、徐々にお金がまた増えてきましたが、油断はできない。もう5円しかないですからね。これさ、お金なくなったらどうなんだろう、マイナスになっちゃったら。いや、結構余裕できるかなって途中思ってたんだよ。30円ぐらいになってさ、30万円ぐらい。うんね、ちょっと単位がよくわかんないので何万円っていう風に言いますけど、30万円ぐらいになって、割とここから貯金できるかなと思ってたんですが、そんなことはなかったですね。どんどん減る一方でした。そんな未来は待ち受けてなかった、この女の子たちには。さあ、いやー、来るね。来るね、来るね。いや、敵多いな。この隙に、こういう時にね、リロードしとかないと。OK! さあ、6。うん。いや、もうね、油断しない。もう油断しません。そろそろ、あ、最終日だって。え、最終日？これ守り切ったらじゃあ、自分は、もう解放されるの？なんかやばいの、やばいの来た。やばいの来た、やばい。ちょっと待って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 、やばいやばいやばい、マジやばいの来た。え、え、え、どうすればいいの。ちょっとえ、負けちゃう負けちゃう負けちゃう、本当に。すげえ出してくる。オッケーオッケーオッケー。完全防衛成功日35、リトライ回数0。はい、強化カード取得回数25。うん、まあいろいろ最終成績が一般的な衛兵でした。でもこれクリアってこと？うん、はい、国民番号 XXXX、バツ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 、丸風車。はい、あなたの能力を高く評価し、門内防衛任務へ移動を命ずと。監査官。私よりも先に出世？うん。まあだから、
あれなのか、ちょっと、まあ、外側の門じゃないから、楽できるよっていうことなんですかね。はい。監査官は私と別の部隊です。はい。そしてこれからは階級は同じになります。別部隊ですが、これから同僚ですね。ライカさん。あ、ライカっていう名前なんだ。ライカ、名前がちゃんとあんだね。うん。ここ最近門を襲う敵兵は前線から抜けてきたというには敵が多すぎた。うん。これはきっと栄転なんじゃん。ん？栄転なんかじゃない。嫌な予感がする。ねえ、マルフーシャ。私たち同僚になっちゃったのよね。監査官だったのにね。マルフーシャちゃん、フーシャちゃん。今まで通りでお願いします。はい。え？うん。あ、待って、でも。あなたは有能な兵士と認められました。Q は成果に関わらず、固定で60支給されます。60万になったんだ。上級民の居住区域と低級民を隔てる、門を警備する大変やりがいのある仕事です。誇りを持って仕事に当たってください。あ、別にあれで終わりじゃないのか。いや、全然違うやんけ。うん。固定で60もらえないやんけ。税金引かれてるやん。うん。なんだよ。なんだよ。なんなんだよ。嘘つくなよ。いや、すげえもらえるようになったと思ったら。ね。まあ、ありがたいけどさ。うん。もらえるだけありがたいけど、結局税金引かれるじゃん。うん。すごいねって思ったら、はい、まあ、だから毎回5万円もらえますね。毎回5万円もらえます。はい。お、なんだこれ。本日より、門の防衛に地雷の使用を許可します。敵国からの猛攻により上級民より不安と騒音の苦情が出ております。新たな装備を使い速やかに迎撃を行ってください。だって、うん、地雷により低級民に被害が出た場合報告は不要ですってね。相当地雷どうすんだよ。地雷どうやって使うの。うん、リロード速度アップかな。うん、なんだ何これ何これ何これ。地雷、あ、これね。日付が変わっても残り続ける地雷。すごいなんかダークな世界ですよね。どうすればいいのあれ。前に出て壊さないといけないとこかな。門防御区、門防御区はリセットされちゃうんだ。ちょっと自分も前に出れるんですよね。ああ、通しちゃった。うん。お、何これ。え、何、一瞬過ぎて分かんなかった。公共事業なんとかって書いてあった。また給料2倍。あ、全然そんなことない。うん。リロード速度がアッププラス3。でも次買わないとまたダメですね。本日より内門ですかね。修理支援の申請が可能となりました。門の損傷回復は支援物資から修理カードを購入してください。今後も、今後も国家運営の効率化を進めていきます。なんだろう。自分で支払わなくていい。でも結構買うんでしょ。買わなくない。結局買うんでしょ。だって。お金が欲しい。
攻撃力、ああ、まあ、景気感受ちょっとやってみようか。うん。え、なんだなんだなんだ。うん、ちょっと自分もね、一旦休憩させていただきます。まあ、ちょっとお風呂ですね。はい、お風呂の時間です。まあ、こうやって見てるとやっぱ結構劣悪な環境なんだなっていうね、そんな感じですよね。はい、まあ、一旦ちょっと休憩です。はい、アポロも、休憩を取って戻ってきました。さあ、ここから働きたいなと思います。はい、この内門の防衛をね、頑張りたいなと。ちょっと新しい武器なんでちょっと不安ですね。あ、やばいやばいやばい、なんかめっちゃ食らってる。ちょっと地雷仕掛けたけどどうなん。ちょっとやばいね。待って、やばくない？これどうすればいいのこれ。ゲームオーバー。リトライ。あ、リトライっていうのがあるんだ。ちょっとさ、新しい武器じゃダメだね。ちょっとカード引き直したい。うわぁ、全然ダメだ。リトライできるんだ。武器をですね、アサルトライフルに戻したいですね。あと、あんまりこっから動かない方がいいな。弾数は多いけど、ちょっとやばい。待て。ほら、これさ、ちょっと前に出て、潰さないとダメな感じじゃない？え、ちょっと待って待って。全然ダメなんだけど。アサルトライフル来た。うん。いや、アサルトライフル。まあ、でもさっき上級アサルトライフルだったからな。いや、どうだ。なんか急に難しくなったんだけど。50日目。ちょっと垂れておきます。ああ、いいね、いいね。いいじゃん。うん。上防衛してくれていいじゃん。破壊されちゃった。破壊されちゃった。これだから早く出て、前に出て、さっきみたいに潰さないとダメなんだ。やっぱアサルトライフルが一番いいな。ああ、やっとクリアできた。やっとクリアできました。修理。防衛対象のダメージを最大まで回復します。うん。何なんだろう、これ。まあ、一回買ってみるか。買ったのはいいけど、どう使うんだろうね。うん。どう使うんだろう。で、これ以上これ上がるのかな。ちょっと買ってみる。あ、パラメーターカンスト。カンストは別に上がったりしないのか。でもなんか追加であったよね。所持なんとかプラスワンって。うん。まあ、地上の敵のタレット。タレットさっきまあ強かったんで、やばそうな区切りのいいところで使います。いいね。難易度もどんどん上がってきていいね。最初はまあ本当に入門編みたいな感じで。でもね、だいぶペースが早いので、結構長いですけど、そのストレスとかないよね。普通に楽しい。うん。楽しい。楽しい、このアクションローグライク。ただ、悲しい気持ちになる。給料見て。基本給60で、60万円もらってて、ねえ、
50万円しかもらえないっていうね、悲しいです、とても悲しいです。うん、ここはね購入しません。定期的にリロードしないとな。いや、なんとか守るんや、なんとか守るんや。犬え、部屋に犬が増えます、ゲームに影響なしだって、なんだよそれなんだよそれ。防御プラス2で、はい。いや、なんか最初が一番きつかったな。51日目、あそこの攻めが一番辛かったね。うん、アサルトライフル買っとこうかもね。買いましょう、買います。まだちょっとやばい感じの敵は出てこないんで、タレットは使わないで。なんかボスキャラみたいのが出てきたらタレット使おう、対地上タレット、うん、対空タレット。これどうなんだろう、これ2つ、あ、2つはなダメなんだ、変えられちゃったじゃんまあだから青とこの水色みたいなところでちょっと違うってことか。うん、まあ初見なんでね、ちょっと許してください。はい、チャンスカード、わっ、何、速射力が2倍になるって書いてあった。お、すごい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 。一応置きます、これ。うん。対空タレットでその、上に来る変な玉々を取ってもらって。何、やばいやつ来たけど。結構敵、なんかボスみたいのいっぱいいるね。バリエーション多いね。意外と。どうしたの、敵。来ないけど。来た。いや、硬い。いや、硬い、あいつ。めちゃくちゃ硬い。やべ、対空タレット壊されちゃった。硬いぜ。ここで壊さないとな。これ食らったら。あ、でも意外と耐えられるな。うん。いやー、ここで壊したい。ちょっと味方も強化したいですね。味方も多分ね、上級なんとかっていう方が強いので、うん。はい、タレット。エノス。エノスどうした？なになになに？頭に被ってるあれ何？うん。シャンプーハットみたいなね。これシャンプーハット。日本って国の雑貨。うん。こういう、こういうところも挟んできてくれるけど、挟んできてくれるけど、結構残酷な運命なんですね。女の子。うん。さあ、61日目。61日目です。まあ、敵も、おそらく強くなってるかなと。まあ、門の防衛だから、この内門の防衛なんで、あんまり、移動する必要はないよな。うん、マガジン容量アップします。攻撃力とかだいぶ上げたんでワンパンで倒せるけど、うん、門に向かって撃つと回復する。リペアショット。あ、リペアショットがこれか。
青が回復系ってことかな。じゃあちょっとわからんですけど、うん、いけ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 、回復するっつってもどれだけ回復するかが結構あれだよね、問題だよね。さあ64日目、来た。変なね、変なガードは前に出て潰すっていう覚えました。もういけ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 、まあなんかね、次の作品がね、妹が主人公らしいんですよね。で最初にいたじゃん妹。うん、ちょっと怖いよね。だから妹もこのかわいそうな世界で戦っていかないといけないのかっていうのはちょっと怖いですね。そして自分はエンディング知らないので、一部プレイ映像を本当に RTA ジャパンでね軽く見ただけなんでね、この先どうなってしまうのかっていうのはちょっと怖いです。うん、カード引き直し、ちょっと引き直してみるか。うん、あ、これ強化しよう。そうするとレベル3ですね。レベル3なので、まあマックス。ただちょっとさ、そろそろどうやってあれなの、回復するんだこれ。門に、え、何、上級スナイパーライフル、スナイパーライフルってどうなの。ちょっとやってみる。いやーでもスナイパーってさ、やっぱ一撃一撃のそういうイメージなんだよね。まあ一応なんとかなってるか。なんか早いのに対応できない気がしちゃうんですよね。うん、弾速アップ、あ、でも待って、ボスキャラに対してめちゃくちゃ強いかもしんない、スナイパー。こういうなんか早いちっちゃいやつには確かにアサルトの方がいいかもしんないけど、あ、待って、もう回復してないんか、だから回復が出たんか、そういうことね。お金が欲しい。ちょっと待って、門の回復が欲しいですね。は出ないのか。修理出ないの？なんか全然回復してないもんね。気づかなかった全然。あんまりダメージ食らわないから気づかなかった。ほら見て、敵ワンパンで倒してんのわかる？でかい敵も。まあさすがにあのボスだとワンパンで倒せないと思うけど、ダメージが相当あるね、スナイパー。まあ、悪くないな。悪くない。うん。さあ70日目。ちょっと回復したいんですけど、なんか回復を変なとこで使っちゃったんで、反映されてないですね。うん。よしよし、うん、そうだね、お金が欲しい、お金が欲しい、やっとくか。はい、帰ってきました。はい、これで攻撃力と速射力がアップしたんで、お金をもらって、そして、デメリットはなくすことができましたよと。やばいやばい、いや、この対ボス戦なんかスナイパー強いわ、強い強い、対ボス戦めちゃくちゃ強いもん。スナイパーライフルいいな。で修理きたね。うん、
そういうことね。ほら、見て。マックスまで回復したでしょ。なんか途中でよくわかんないうちに買っちゃったのは、ちょっとミスでしたね。はい。自分で回復しろと。お金払って。うん。そういうことでした。ちょっとまずい、これは。ショットガンね。ショットガンにしてみるか。ショットガン。マジで近くに来ないと。散弾銃じゃねえ。まあ、意外といけるのか？意外といけるのか？まあ、バリケードをちょっとね、買ってみましょう。割といけますね。でもさっきのスナイパー欲しくなっちゃったな。普通にスナイパー良かったんで、スナイパー欲しいな、また。まあでも上級スナイパーだからね。結構敵によって、これがいいとか、これはちょっと相性良くないとかね、そういうのがありそうだな。上級機関銃。お金が欲しい。お金をください。お金をください。っていうかさ、5万円ずっともらえてるけど、あれよな。なんか、立場良くなったのに、全然昇給とかないな。固定給になって。まあ、0円とかなくなったけど、どういうことですか？ここは購入しない。これ多分スナイパーとかだとね、余裕で倒せちゃうんだろうな。うわーやばい。めちゃくちゃダメージ食らっちゃった。連射力。いや、上級サブマシンガン。じゃ、上級サブマシンガンにしてみるか。おお、あ、気持ちいい。上級サブマシンガン、これはこれで気持ちいい。弾の減りがめちゃくちゃ早いけど。結構頻繁にリロードしないとダメだけど。これは強い。強い強い。結局、上級ってついてたら何でも強いんだと思う。いけ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 。速射力かな。ただそろそろさ、門回復しないとなんかやばいよな。門が上級国民に怒られちゃう。あ、全然いない。なんで全然いないんだけど。対空タレット、最終日だ。来ました、最終日。何これ、なんかやばい、やばいの来たよ。何これ、これ何、なんかギミックがありそう。空いてる時じゃないとダメみたいな、そんな感じか。今のうち今のうち攻めよう攻めよう。ひたすらここは耐えて、だから。無駄打ちすぎだ、これ。この変な、パカって開いて、あいつが攻撃しようとしてるときに撃つみたいな感じか。ここを耐えれば、ここを耐えれば、上級国民になれる。あ、来ましたね。深夜宿舎。はい。やっぱり敵の、最近敵の数が多すぎると。絶対に、臨時で徴兵された門兵が応戦すべき敵の数ではない。そうだよね。テレビやラジオでは前線で兵士たちが勝利していると毎日報道されているが、本当は負けていて、私たちはお偉いさんたちが逃げるための時間稼ぎをさせられているだけなのでは。怖いこと言わないでよ。
最悪じゃん、そんな。ゴーン。なんだ、爆発？丸風車無事？部屋はめちゃくちゃですが、なんとか生きてます。うん、ライカさん久しぶり。同じ宿舎だったんですね。宿舎を敵に包囲されて攻撃を受けている。え？完全に包囲されている。残念ながら逃げることはできない。武器はある。援軍が来るまで耐えるのよ。やるしかないのか。緊急事態だし私も一緒に戦うわ、だって。あ、カードからライカ、上級ショットガン兵が出現するようになりました。本日以降、丸風車を目的に攻撃が行われます。バリケード等を駆使して自分自身を防衛してください。はい、現在国内へ敵国から大規模な攻撃を受けています。救援が到着するまで徹底抗戦を行ってください。これまでの門の破壊を目的とした攻撃ではなく、兵士の殲滅を目的としているので十分注意して戦ってください、だって。なんかさっきの聞いたらちょっと怖くなっちゃうな。これ出るのこれ。え？あ、来た来た来た。家の中じゃん、もう。家の中で戦えっていうの。嘘だろうよ。いや、お偉いさんたち、逃げてるよな、絶対。最悪やん。明るい未来を訪れるの？この先。すごい不安なんですけど、どんどん状況が悪くなってる気がする。最初から。エリート兵の襲撃来た。はい、緊急事態につき開発中の兵器、グレネードランチャー、上級グレネードランチャー、電熱砲、3種の利用を許可します。祖国のため誇りを持って戦ってください、だって。うん。敵は全部ね、やっぱドローンで攻めてきてさ、こちらはね、自分の体を使って戦ってますからね。うん。グレネードランチャーちょっと使ってみるか。どういう感じ？お。そういうね、まあそうだね、グレネードランチャーはそんな感じだよね。まあ爆発させて、倒していくっていう感じですね。集団性能アップ。とにかく自分がダメージ食らわないように。まあだから上のゲージがもう自分の丸風車の体力ってことですよね。はい、エリート兵の襲撃。お金欲しいとか言ってる場合じゃないよね。いや、最初結構明るい未来があるのかなみたいな。お金貯めたら明るい未来あるのかなみたいな思ってたら、全然そんなことなくてね、ちょっとびっくりしてます。はい。怖いです。地雷設置して。まあ、戦争はね、何もいいことがないですからね。そういうのを教えてくれる。いいゲームですね、このゲームは。うん。敵を一掃する電磁砲、電熱砲。ちょっと電熱砲を一掃するって書いてあるから、これ、一応抱えとこう。怖いもん。あ、やばいやばい！え？何今？間に合わなかったんだけど、全然。え、ちょっと待って。間に合わないんだけど。上級アサルトライフルにするわ。ああ、なんか避けられた。うん。何今の？怖っ。ガチでちょっともう丸風車のことを破壊しに来てるじゃん。逃げて。もう逃げて、丸風車。逃げよう。この国から逃げよう。もうダメだ、ここは。救いがない。うん。もう、犬なんて飼ってる場合じゃない。
なんかでも、うわぁ、びっくりした。口開けた時かこれ。あー、口の中のあの、口の中の変なあの赤いとこだ、おそらく。だいたいこういうのはね、ああいう、ああいうとこに弱点あるから。あれ、大丈夫なのかこれ。ダメージ、まあでもちょっとずつ与えてるよね。うん、まあ、地雷。やべ、ちょっとダメージ食らっちゃった。チャンスカード、超連射、超速射。これクソ強いね。マガジンのヘリはすごい速いけど、右下これちょっと見ててください。マガジンのヘリをリロード速度アップだね。ちょっとまあ次なんとかいい武器を引いて。100日なのかなこれ、ちょうど、まあ、ちょうど1時間ぐらいですかね。だから100日で、でもいいね、程よい難易度になってるんだろうな。うわ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 、マジか。ちょっとこれ、まあお金だいぶあるからな。アサルトライフルでいけるか。ちょっときついね、さっきの最後のあの変な壁みたいなのが来たら速攻で破壊しないとダメだな。あれ？あれ？うん、壁みたいのがね、意外と厄介なんだよ。前出て潰さないといけないから。バリケードレベル2、結局アサルトライフル強いないろんな武器に浮気したけど、アサルトライフルいいですね。一番使いやすい気がする。うん、多分当たると死んじゃうんだろうね、もうこれ。オッケー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 。さあ、バズソーショット、バリケード、バリケードは次の日まで残るんで、できれば前の日に設置しとけばよかったね。あ、これがライカか。マル風車の防御服っていうのもあるわ。いや、もうちょっとであと100日だ。100日で終わるかわからないけど、もうおそらく100日だろう。うわわわわわ、すごい。うん、まあ、バリケードレベル2買っとこう。うん、壊されたらすぐ行けるようにね。え、なんか時々全然来ないの、なんか逆に怖いよね逆に怖い。何がいいんだ。ちょっともう集団性のアップか。最終日来た、来たよ。いや、なんと生きて逃げろ、生きて逃げるぞ。うわ、やばいの来た。やばいやつ来たよ。地味にでもダメージは与えられてますけどね。
とにかく撃つしかない系だな、これ。何？何？うわうわうわ。やばい。そういうギミックもあんだ。硬い。避けながら、さっきの変な、ギミックをね、かわして撃っていくっていう。うわ。残り半分。いけるいけるいける。この辺はだからね、やっぱライフル、上級ライフルとかが強いんだろうね。え？何？なんか下がったけど。やばい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 。ちょっと待って待って待って。これどうだ？効いてんのこれ？効いてんのかこれ？バズショーショット、バズソーショット、効いてるかわかんない。痛い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 。わっ、オールステージクリアした、クリアした。あれから何日経った？応援が来ると言われて信じて抵抗し続けた。結局応援なんか来なかったし、ついに連絡もつかなくなった。やっとわかった。私たち底辺は、味方が逃げるための時間稼ぎに利用されたんだと。エノスごめん。エノスも、一緒にいてくれたね。マルウーシャ悪くない。一生懸命仕事を頑張ればいいと思ってた。たくさん稼いで家族に楽をさせて褒められたかった。でも間違っていた。頑張って働いても稼げない、報われない、使い捨てられるだけ。どこでもいい、早く逃げればよかった。まあそうだね。うわー、いやなんだこれ。いやもっと必要とされる有能な人間に生まれたい。確かに私たちは優秀ではなかったのかもしれない。いや優秀だったよ。上から認められるくらいに優秀だったら別の結果になっていたのかも。でも精一杯頑張ったよ。報告、宿舎で抵抗していた兵2名を捕虜として確保、機械兵とともに引き続き残りの掃討を行います。え本当にこれ、まあ、エンド06ってなってるから、でもハッピーエンドもあるってこと？え？あまりにもちょっとひど、辛くない？いや面白かったです、ゲームは。でも終わり方が辛かったですね。救われなさすぎないか、あんだけブラック企業で働かされて、最後は逃げるために利用されて。複雑な気持ちですね。複雑な気持ちですけど、ゲームのシステムはとても面白い神ゲーでした。はい。溶鉄のマルフーシャ。まあ、続編が出ますんでね。続編もちょっと買いたいなと思ってますので。まあ、安いんだよね。すごく。700円ぐらいで買ったんで、このゲーム。スチームでね。めちゃくちゃ安く買えます。で、スイッチ版も確か、ある気がするので。ちょっとなかったらごめんなさい。ある気がしますので。まあ、ぜひ、ちょっとね、やりたい方やってみてください。意外とあれなのかな？他にも、なんかまだ見てないやつもあるのかな？ちょっとまたね、なんかやりたいなと思いますけど、ちょっと悲しい気持ちになりました。はい。では、今回の動画はこの辺で、まあ皆さんのご感想もお聞かせください。
はい、また次の動画でお会いしましょう。二人で